トミー・ゲレロはサンフランシスコ生まれのスケートボーダー、ミュージシャン。10代でボーンズ・ブリゲードの最も有名なメンバーの一人となる。ボーンズ・ブリゲードはパウエル・ペラルタ社のプロスケートボードチームで1980年代に一世を風靡した。故郷サンフランシスコの街並みをほとんど何の苦もないかのように滑り抜けていくスタイルで有名である。その姿は ボーンズ・ブリゲードのほとんどのビデオで見ることができる。同社を知りいた後は、同郷でチームメイトであったジム・チボーと共に、スケートボードチーム、リアルを立ち上げた。スケートボードで成功した後は、ゲレロの関心は、第二の分野に向かった。音楽である。スケートロックバンド、フリービア、実験音楽、グループ、ジェット・ブラック・クレヨンに所属したが、 最も成功を収めたのは、ソロアーティストとしてである。その作品は、ロック、ヒップホップ、ファンク、ソウル、ジャズなど、様々なタイプの音楽をミックスしたスタイルのものである。ファンキーな外観とは裏腹に、ゲレロの音楽は極めてロマンティックであり、時にはある、種の冷たさすら感じさせる。その音楽性はジャンルを超えて、レイバービーやトータスと、共通するものがある。 日本では、キューピーの CM に楽曲を提供していることでも知られる。イット、ゲッツヘビーはもともとマヨネーズキューピーハーフの CM のために書き下ろされた曲であったが、後にミニアルバム、ジャンクコレクターに収録、日本で彼の名が知られるきっかけとなった。ゲレロがキューピーに提供した楽曲は、この他、リトルブルーなどがある。別名義に、ファトレクイ。 ありがとうございます。